母国の空はどこまでも青く、このふるさとの香り、家族とのシエスタ、幼馴染と傾けるグラス、24歳チャンピオンの青春、第6戦スペイングランプリ、シグナルはマタドールの赤マント。全ドライバーシグナルが消えるのを今や遅しと待ち構えます。ライツオフ。各マシン接近戦の状態で1コーナーへ。1コーナーを過ぎてトップはクルサード、その後ろにビルヌーブ、そしてイデー。ソルでアクシデントのようなロズベルグだ。これはもう仕方ないですね。リタイアです。もう1台はリッチーのようですね。おー、ノーダメージで切り抜けた。最初のラップを終えた時点での順位は、トップはクルサード、ビルヌーブが2位、イデが3位、クリスチャン・アルバースが4位、5位から順位を上げました。佐藤拓磨が5位、先ほどまでは4位を走行中、どうしたんでしょう。6位クリエ、7位モンテイド、スコット・スピードが8位です。スタートから順位を落としてしまいました。クルサード、ファイナルラップに向かいました。2位はビルヌーブ。残すところあと1周。現在のトップ8は、トップはクルサード、ビルヌーブが2位、イデが3位、クリスチャン・アルバースが4位、5番手はクリエン、先ほどの7位から上げました。タクマが6位、7位モンテイド、6位から順位を落としています。スコット・スピードが8位です。クルサードが1位、表彰台中央を獲得。2位にビルヌーブ。
最高のレースとなりました。これほど盛り上がるイベントは他にないのではないでしょうか。スペインでは今フェルナンド・アロンソと F1 が大人気です。この国のオーガナイザースタッフにも心から感謝したいですね。2週間後はいよいよ伝統のモナコグランプリです。